横浜 d n a ベイスターズは2022年2位で終わりました73勝68敗に引き分け貯金5、うん、山田さん d n a の今シーズンはどうご覧になりましたか d n a はね、あのー、やっぱりリリーフ陣が一つの形を作り上げたっていう、はい、今まで一番の、あのー、弱点だったそこをね投手陣が揃ったっていうこれ大きいね。 これがリリーフ陣の防御率だけを見ると3.31でリーグ5位で私も調べてえ5位って思ったぐらいの印象なんですがよくよく見るとまず山崎康明が復活してます37セーブ、防御率1.3356試合でやっぱりもうことごとくやられたのが伊勢です。 そうだ71試合71試合ですよ、<laughs> ホールドポイント42、防御率1.72、そしてどれだけ投げるんだエスコバー、エスコバーも投げますね、ホールドポイント38で、防御率が2.42と、ちょっとエスコバー、やられる場面もあったんですが、やはりこの3人が。 ある程度きっちりしていたということと、うん、あのドラフト1位で最初は先発で結果が出なかった入江というピッチャーを入江というピッチャーをリリーフに回してかなりいい場面で使ってるうちにう、はい、彼が自信リリーフとしての生きる道をつかんだ。 57試合で5勝1敗、うん、1> 15ホールドポイント3.00。零、うん。のうん、昨日しましたよね、この入江投手が、うん、入江が入ったおかげで、非常にこうバランスいいよねまた入江投手も球がいい速い。早い早い早い みんな早いもう d n a の終盤って入江エ,エスコバー伊勢もうみんな早いんですよね、はい、山崎が一番遅いぐらいそう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 であ山崎いやちょっと最近バタバタしてたけどあやっぱまっすぐも生き返っててそうそうあの通信もやっぱりいい落差ですしさすがだなって思って終わるっていうだからここですよ <laughs> 今年の d n a の売りはここだったああ 今勝ただ勝ちがついてるのが大貫11勝大貫もよかったよ大貫よかったですね安定感あった石田7勝浜口8勝ロメロ6勝この辺り3番手4番手のピッチャーもなんだかんだでシーズン通して回ったっていうまあそんなもんだそこの辺は彼らはねやっぱりまだ2桁を常に勝っていくっていうほどのやっぱりまだものはない ああやっぱりスタミナがないもん。ああ<ー>あのーねでイエイのピッチャーよく私も見てるんだけどもはい全体的にまだまだ若いのにねうんあの投げるスタミナがない。今永以外に関東完封っていうイメージはあんまりないですよね。関東完封しなくてもいいけどもはい六回七回来たらそーっと落としてくるもん。ああ<ー>、うん、コントロールもキューイとも落ちてるまあコントロール 9位が落ちるのはしょうがないとしてね、コントロールまでがばらついてくるってのは、これはやっぱり先発ピッチャーとしたら、やっぱ困る。あ面白いですね、山、ま、田さん。うん、私、素人ですから、うん、先発ピッチャーの体力不足は、9位に出るもんだと思ったんですけど、うん、違うんですね、コントロールに出ると、もう赤信号ってことですか9位が落ちるから、コントロール落ちるんですよ<え>怖いから、怖さがあるから。 だからコントロールに後半にしてコントロールにばらつき出して今までだったら少々甘いところに投げたのがボールボールになってる時は自分が球威を押してるの分かるからコントロールがいいのと球威があるのってなんか反比例するような気がしてたんですけど違、うん、違ううんす全然そうやうったら本当困るのそういうピッチャーは。 はうん、じゃあ球威がだん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 落ちてきてって怖いから,らコントロールがそこで初めてピチッピチッピチッと決まりだしたら、うん、次に渡していけるだけの信頼感は持ってもらえる球威<ー>は落ちてくるコントロールはちょっと甘くなる最悪それ外れすぎるこうううなったらももベンチはがいわゆる投げるスタミナがないぞっていう。い投げるスタミナない最近そうね どこのチームでもそういう傾向にあるけど、そういうピッチャーがやっぱ多くなってきてるんじゃないのかな。そうですか打線は相変わらず活発だったんですが、ここは2年目の牧の成長だよ、よッキ24本塁打、そして打率2割9分1厘、87打点、これはいい選手だ。<laughs> いい選手ですね本当に 2>, 2年目とは思えないな、ね、落ち着きと去年から風格はありましたが、うん、今シーズン4番も打ってどうって思ってたんですけど何の何の素晴らしい選手ですねやっぱ自分どうかなあの牧っていう選手は自分のそのバッティングスタイルに自信あるんじゃないのかなもう形だとか、うん、待ち方だとか含めて。うん、あのねねよく見てたら、ね あのこのピッチャーは全然打てないなとかってそういう雰囲気はないねあ<ー>どんなピッチャーにも、はい、エースクラスであっても、えー、ちょっとあの、まあ、2番手3番手のピッチャーでもやはり同じようにこうアタックできる4番としてのバッティングできるっていうねそしてこの選手はやっぱり広いよねヘッドゾーンが、ね、広角ですもんね広角だよね、えー、それでホームラン打てるから、はい、もっとよくなるもんねあそうですかも間違いなくよくなる これで経験積んでもう少しバットのス<っ>バットスピードが出てきたらもっと飛距離やるしね打球が強くなるしね。じゃそそれこそ、うん 三冠王、打率、打点、ホームランの可能性も残したバッターであることは言えますかまあそこまで弱いあのどうかは、これはまあ、これからの本人のねまあそれこそ相手、村上がいますので、ね、なかなか経験には言いませんがいやいやど,どういう,どう,いう,こう道をたどっていくかわからないですけども、はい、成績は上げていきますよ。あ ちなみに規定到達が佐野、宮崎、牧、桑原の4人ただ d n a がすごいなと改めて思ったのが半分以上出た70試合以上出た選手がソト、まあ、戸柱関根、楠本大和、峰井柴田に上里と結構。 DNA もそれこそコロナで大変だったんですけれども、ね、DNA 一番応えたんじゃなかったかそうですね中日との三連戦もなくなりましたし、うんうん、結構大変だった中いろんな選手がその他太田もいますしそうそう森っていう若いショートもこのショートはなかなか生きがいいよあら山田さん森いいですか森これは伸びてきそうあら 顔はいいし。顔がいいんですよ。足は速い。肩が。強いった。もうあれ、あれを私ら、あの、言葉は悪いけど、バカ型っていう、ね。<laughs> <laughs> もう、三遊間深くても、ノーバウンドで、ぶらちてできますからね。メジャーの方やね。ああ。あれはなかなか魅力ある選手になりますよ。私なら、こ、もう。これを育てろっても、締めを出すね。おお<ー>。あ、うん、それぐらいいい選手。うんうん、いい選手。はあ。ま、そういった。 野手の選手層の厚さも d n a はやっぱり良かったいいよね佐野がいてはいい佐野います3番で <A> これはもうヒットを打つ長打つ、はい、も出る宮崎がいて宮崎がいて牧がいてそ,その牧を真ん中に挟んでねこの3人、はい、それでまあオースティンはちょっとねはい あの故障で今年は最初から出れないし最後まで出れなかったけどもう外がまた中途半端だもんね打ったり打たなかったり大変だけども一 <laughs> 時の輝きがちょっとなくなってきましたね。これはちょっと心配、ねうん、で d n a の一番のウイークポイントはやっぱキャッチャーですよ。あ なぜこの何年も言われてるのにね、うん、確かにあのヤクルあのオリックスから伊藤とか補強しました。はい、補強しましまたね,ね、えー、それはもう球団として分かってたと思うんですよ、はい、キャッチャーにね、不安があり、はい、ここがさ、ま、誰がレギュラーなんだって、この数年、決まらないもんねだからですか、うん、大阪桐蔭、松尾志音選手を一本ずりしたんですよ、大阪桐蔭のいいキャッチャーを、今回のドラフトで三浦監督が一本ずりした、キャッチャーだということですねキャャッチーそうでしょうね。 一二年で育てたいと思ったんじゃないの。あ、高卒ルーキーですが、あの。松尾くんだろ。はい、大阪桐蔭の。あれはいいキャッチャーだよ。ズバ抜けてるよ。あら、そうですか。うん。はあ<ー>。あのキャッチャーはね。あの、もう野手だ。 ああのショート、もともと内野をこなしてたっていうぐらい、ハンンドリングもやっぱ山田さん、そうもう見ればわかるんですって、もともとキャッチャーではなかったみたいです。あそうショートもできるみたいですええー、いや、もう、あのね、投げ方とかね、ショートバンド取ってからのこう投げるあ、あれって、ね、はい、内野手やもん。あ あプロが見たらもう一発で分かるんですか、ね、外野手外野手とか内野手をはいあの、ね、はいはいのと一緒だ <laughs> このグラブさばきが、うん、普通のキャッチャーとこう今で全部ブロックブロッキングしますもんねドスンとあれ違うもん<ー>ブロッキングした後でも拾いに行って投げる形が全然野手だもんキャッチャーじゃないもんうわじゃあ結構早く出てきそううんいやだってほら ロッテの松川だってて年目から出きましたね松川選手はもうザキャッチャーって感じですもんね。キャッチャーしかできないというタイプはっきり言ってねあはいはいはいあそこが一番合ってるっていうポジションそうですね今言ったその d n a 入った誰松尾松尾はい松尾君はそらくちょっと中日やられすぎましてうん。 六勝十八敗一分け。何 D N A に？はい。なんで <laughs> ど？どこにそんな差がある？借金十二。十二？はい。中日結局借金九で終わってますんで。結局, <D> 結局は先発陣を打ち崩せなかったってことだろうね。なんだかんだで大抜きとかもう全然ダメでしたね。それ,それでその強力なリーダー陣につながれて。はい、知らん間に異性が出てきてました。それでもうお手上げあ。さようならです。うん、はあ そんな感じでしたボロ負けした覚えはあんまないんですけどそりゃそうだよねはいなんか打てずにあれ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 って言ってるうちに終わりましたそんな一チームにそんなマイっこしたらいかんなロロメた。あ,あそう、ね、はい私だけど今年考えたら 中日と d n a の試合放送なかったなじゃ山田さんの中で d n a にやられてる感はないん記憶にないんです、ね、私おそらく放送してたらね若狭君とラジオとかテレビでやってたらね、ええ DNA の勝つ方法を人で喋ってくるから <laughs> もっとガンガン言ってる、うん、ここはねこうした DNA はここが弱点だからこうやっていったらいいとかねあらちょっとやってたと思うよ<年>本当にテレビラジオのスタッフかか山田さんを DNA 戦に回してください、うん、お願いします来年はもうそういうわけにはいかないよ本当に負けてたら <laughs> そんな負けたらいかん一チームにですね、うん